その店は月曜日が定休日だった。彼はここしばらく家に帰っていない。当然帰れない理由があるからだが。大学卒業に8年費やした後、卒業論文を盗作したのがバレて中退。フォークシンガーとして音楽活動を始めるが、シングルを1枚出しただけで引退。店の経営を任されるが、あっという間に店は傾き、突然現れた義理の弟には、店の経営権を奪われ、立て直しに力を注いだ弟は、当然株を上げ、彼は居場所がなくなった。これは七色のひよこを作るプロジェクトだ。当然いかがわしい。知り合いから話を持ちかけられて、彼はすぐに飛びついた。資金さえ工面できれば、何億という大金が転がり込んでくるという。彼は父親の遺産を事業につぎ込んだ。それでも足りないと、彼は町の金融業からも金を借りた。それでも足りないと、妻の実家からこっそり金を持ち出した。しかし、彼は少しも気にしていなかった。事業さえ軌道に乗れば、なんとかなるはずだった。しかしやっぱり詐欺だった。というわけで、彼は今人生の崖っぷちに立たされている。多額の借金を抱え、眼鏡は壊れ、鼻の頭にはメンチョができている。まさにお先真っ暗である。あとは店の売り上げを横領するくらいしか手はない。しかしそれくらいの額ではどうにもならないことも彼には分かった。残された道は、店の権利書を担保に銀行から金を借りるか。しかし権利は弟のものである。だが町の金融業者なら、実印さえあれば金は借りれるかもしれない。しかしそれは禁断の果実であった。それに手をつけてしまったら、あとはもう人生転がり落ちるしかない。賢い人間ならばそれくらいはわかるはずだった。しかし彼は賢くなかった。
And you, the bulldog, some dog, you got a fight. Oh, 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 oh. だからね、とこ上手っていうのはいかに相手の気持ちになれるかってことなんですよ。なるほどね。テクニックじゃないんですよ、うん、勉強になりますね、うん、あんたら、ほんとそういう話好きだね。とこ上手、何ですか。ふぃおはようございます。おはようございます。早いですね。燃えてますから。おい、鈴木、コーヒー入れようぜ。はい。何分から始めますか。今9時26分だから半からにしましょうか。皆さん9時半からです。はい、はい、そうです。はい、おう。 あら、また昨日も帰んなかったんだ。あ、兄さん、ここ、免除できてるよ。痛そう。何やってんだ、みんな。コーラスだよ。なんで。沈黙深めようと思って。どうしてコーラス。和田さんね、学生時代コーラス部にいたんだって。それでこの前飲み会で盛り上がっちゃって。まあ、頑張ってくれ。免許、痛そうだね。あんまり免許の人間に免許免許って言うな。ごめんなさい。帰るの、うん、ちょっと出てくる。行ってらっしゃい。よし。あ、おはよう。みんな来てる。9時半から始めるそうです、うん、免許痛そう。ああ、あんまり触らない方がいい。え、顔の中心にできる免許は命に関わるから。あ、なんか薬持ってない。ごめんなさい。練習してきた。ああ、私やっぱり歌苦手だわ。みんなで合わせればなんとかなるよ。うん、はい、それじゃ始めます。よろしくお願いします。ボーカルは、あ、仙石さんね、10時に来ることになってます。それまでにバックコーラスの方を固めてしまおうと思って。しかし、なんであいつがボーカルなんですか。納得いかねえよな。あの人うまいんですよ、結構。メリージェーン絶品だもんね。ね、早くやろ。大場さん、ラフな服装で来るようにって言ってたじゃないですか。僕は普段もこれなんだ。レッスンの時からこんなに洒落込んでる人なんていませんよ。こいつなんてこれだよ。3年B組畠山、ほら。いいよ、もうやろ。そう、やろ。はい、わかりました。それじゃ、とりあえず頭から。ルビー、A マイナー。はい。3、2、1、レッツゴー。本気だぜ、好きなのさ。オーナー、音が違います。え、僕？最初の音は本気だぜ。あ、森友さん、君たちは他に友達がいないのか。森友さんも一緒にどうですか。誰か胃腸薬持ってないか。お腹痛いんですか。大丈夫。なんか変なもん食べたんじゃないの。あ、さっき冷蔵庫調理場のなんかパイみたいなもん。あれダメだよ、食べちゃオーブンで焼かないと。佐々木、はい、薬。あ、はい。さあ、お座りになってください。うん、僕に構わず続けて。いや、いや、いいから。座った方がいいよ。どう、大丈夫。本気だぜ、好きなのさ。はい、ストップ、ストップ。オーナー、全然違いますよ。オーナー、僕じゃないと思うけど。譜面通りにお願いします。歌ってますよ。あの、場所変わってもいいですか。六郎さんの隣だと釣られちゃって。あ、三条さん釣れない。こっちおいでよ。多分出だしが違うんですよ。オーナー、譜面よく見て。こんなこと言ってあれなんですけど、はい、おばさんじゃないんですか。しっ
けえな。ちょっと歌ってみてもらえませんか。お願いします。本気だぜ好きなのさ。こいつだ。ご不満ですか。やるならふざけないでやりましょうよ。ふざけてるわけじゃない。それからですね、他の人も自分勝手に歌いすぎますよ。特に静香さん。うん、そうだよ。うわ、私本気だぜ、ぜのところを伸ばさない。いいですか、よく見てくださいよ。ここに四部休符があります。本気だぜ好きなのさ。なんか違う気がする。合ってます。なんかそうじゃなくてさ、もっと自由に歌わせてくんないかな。俺もそう思う。学校じゃねえんだから。和田、お前ちょっと厳しすぎるぜ。橋幸雄だよ。リズム歌謡なんだから、あんまり細かいこと言われたって。でも本当はどういう感じなんですか。レッツゴー。本気だぜにゃ好きなのさ。あ、いいよ。ゴーゴーレッツゴーゴー。いいよ、聞いてるよ。静香さんの歌最高っすよ。待ってくださいよ。こんな癖のある歌い方じゃコーラスになりませんよ。楽しいじゃん。ハーモニーっていうのは、その主戦力…和田君、気楽に行こう。僕はオーナーがのど自慢大会で優勝したいっておっしゃるから。和田君はよくやってくれてると思うよ。ここはとりあえず和田君の言う通りやってみましょう。ウィーン少年合唱団みたいなの嫌いなんだ。そう言わない。ちょっと待てよ、のりともさん昔歌手だったんじゃ。そう。本当？いいよその話は。確かレコードも出してらっしゃるんですよね。昔の話だ。全然知らなかった。1枚だけでしょ。1枚だけでも大したもんです。300枚しか売れなかったのね。312枚だ。ちょっとアドバイスいただけませんか。プロとしてのご意見聞かせてくださいよね。しょうがないな。お金持ちは悲しいな。登り詰めたらあとは下り坂。登り詰めたらあとは下り坂。すごいよ兄さん。感服しました。畠山泣いております。いいわ。歌はなテクニックじゃないんだ、心だ。でしょう。ただし心で表現するためにはテクニックがいる。そうです。みんな俺に言わせれば声が出てない。5メートル先、6メートル先の人に聞こえるように歌ってごらん。みんなちょっと並んでみ。好きなのさ本気だぜ、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 好きなのさ本気だぜ。だけどなんで。お腹伸ばしといてね、お腹。よしよし、ちょっと、笠井さんやめとった方がいいんじゃない。よし、やるよ。よっしゃ、はい、いいかい。3、はい。本気だぜ、好きなのさ。本気だぜ、はい、そのまま続けて。本気だぜ、好きなのさ。本気だぜ、好きなのそれは
例の卵が帰ったんだ。ブルーヒヨコじゃなかったの？青いのは殻だけだった。そんなことだろうと思ってた。騙されたんじゃない。まだ言ってる。試行錯誤の段階なんだ。お友達は何て言ってるの？話を持ってきた。連絡は取れてるの？ほら、多分向こうも責任感じてんだろう。合わせる感はないんだよ。僕もそう思うな。三条さんから聞きました。だってヒヨコを扱う人間に悪い人はいないよ。今にきっと成功してみせる。夢があっていいですよね、青いヒヨコなんて。きっとうまくいく。餌に秘密があるんだ、うん、でお金がなくなってるんです。穏やかじゃないな。金土日の売り上げがないんです。なんかの間違いじゃないのか。123万円。お前どこに置いてたんだ。金庫の中。鍵は、かけてたつもりなんですけど。警察には行ったのか。まだです。なぜ。いや、もうちょっと調べてみないと。身内の可能性が。ええ、目星はついているのか。大体は。僕としては、お金さえ戻ってくれば、そしたら何もなかったことに。持ってった人にだってそれなりの事情があったと思うし、相当悩んだと思うし。甘いな。そんなんで経営者が務まるか。目星はついてるんだな。なんとなくは。そっか。あれじゃまた絶対同じこと繰り返すわよ、あの人。そういう人なのよ、うん、そしたらまたその時考えましょう。おい、誰か僕のジャケットを間違って持って行ってる。あんたしか着てないよ、あんなの。のりどもさんじゃないですか。似たようなの着てましたから。しょうがねえな、もう。あっ、おいおいおい、すげえな。何何よ、どうした。どうしたの。のりどもさんのジャケットの中入ってた。まあ、軽く見積もっても100万あるな。ちょっと、もう。あのどこにはあるんですね。渡すなよ。ちょっと待て。おかしいと思わねえか。なんであいつがこんな大金持ってんだよ。あんまり詮索しない方がいいよ。いいよいいよ。他のポケットも探ってみろよ。やめなよ。だいたいあいつ借金だらけなのにこんな大金持ってるわけないもん。あ、おい、ちょっとこれ見てよ。のりともさんのジャケットに入ってました。どういうことよ。のりともさん、ちょっと伺いたいことが。デビー、合体。皆さん、おはようございます。どうかなさいました？あ、免許。遺品って何ですか。カバン。あ、タンスだっけ。カバンにもなるしタンスにもなるんだ。そんなものはない。のりともさん、お願いですから本当のこと言ってくださいよ。俺そういう嘘が一番嫌いなんだ。前に言われたかないよ。違うよ、本気だぜのとこがララミレファーだもん。これじゃ訂正んだよ。あ、
これは権利書ですよ。ああ、店の権利書だ。どういうことだ？まさかこの店売り飛ばすつもりだったんじゃ。嘘だろ？お兄さん、ちょっと待ってくれ。誰が入れたんだこんなものを。一体どういうことですか。知らん。乗り友さん。どういうことよ。説明してください。いや、皆さん、佐々木君。はい。乗り友さん事務所へ連れてって。はい。そばについて目離さないでね。わかりました。ちょっと今いいですか、お話が。乗り友さんはこの店を担保に金を借りようとしてたのは間違いない事実です。乗り友さんにはもうこうなった以上店を辞めてもらおうかない。仙石さん、私たちの努力の結晶を人に売り渡そうとしたことが従業員に知れ渡った以上、彼はこの店に残るべきではない。オーナーの気持ちは察します。あ、シェフのご意見は。私はどっちでもいい。のりともさんいてもいなくても。ずいぶん冷たいな。私は自分の仕事をこなすだけ。働く場所があればそれでいいの。だって友達じゃないもん。ひどい話だよな。せっかく見直してやったのに、これで地に落ちたね。あいつもいいのよ、私関係ないから。オーナーはどうするかね。いくらなんでもクビだろ。あいつにできるかな。いや、やってもらわないと。悪い人じゃねえんだけどな。かといっていい人でもないけどね。俺結構好きだったんだよ、森友さん。まあ小ずるいところは似てたよね、あんたと。そうなんだ。はっきり言って寂しいよな。時間もったいないからレッスン続けましょうか。大場さん。なんで出遅れてるから個人レッスン。特訓だってさ。ねえ、本気だぜ好きなのさ。よろしく。はい。本気だぜ好きなのさ。本気だぜ好きなの。僕にはできない。やってもらわなければ困ります。言ったじゃないか。僕がオーナーになったことで誰かが不幸になるのは嫌なんだよ。彼を切らなければ周りの人間が不幸になるんです。彼は必ずまた同じことをしでかします。どうしてみんなそういう風に言うんだよ。わかんないじゃないか、そんなの。オーナーにはこれからもっと厳しい選択をしてもらわなければなりません。コーラス隊も結構です。しかしいつまでも仲間意識だけでやっていては困る。このベルエキップを本当のレストランにするためには切り捨てるべきものは切り捨てる。オーナーにはそういう勇気を持ってもらいたいんです。今度の一件はそのための第一歩です。オーナー。佐々木君いいわ。え、交代。どう。大丈夫、逃がしたりしないから。暴れたら。私この人に腕相撲で負けたことないの。何かあったら呼んでください。こいつほら、こいつだけ顔が違うだろ。丸顔でちょっと水木有沙に似てるだろ。だから有沙って言うんだ。あのひよこって最初に見たものを親だと思うらしいんだ。こいつら完全に俺のことを母親と勘違いしてる。どうするの。何が。お店辞めるの。
辞めれば。俺が決めることじゃない。残ってても誰もついてこないわ。今までだって誰もついてきてない。もう一週間も家に帰ってない。どうしてだか教えてやろうか。追い出されたんだよ。かみさんの実家から金を持ち出したのがバレた。バカ。子供は向こうが引き取る。別れるの？多分。もうお前しかいないんだ。こいつらとやり直せないか。やり直せるんならやり直したい。ダメか。勝手なこと言わないで。お前たちだけになっちゃったよ。これよりオーナーのお話があります。僕とお兄さんは母親が違って今まで一緒に暮らしたことはありません。でも僕にとってはたった一人のお兄さんです。そのお兄さんが今日不祥事をしでかしました。やっぱやってたんだ。お兄さんは金庫から週末の売り上げと店の権利書を盗みました。ノリトモさん。でもお兄さんは悪い人間じゃない。それは皆さんよくご存知だと思います。顔は怖いけど本当は小動物を愛するいい人です。なんか取ってつけたようにひよこもってるけどさ。アリサって言うんだ。オーナー悪いけどこの人はいい人じゃないですよ。そんなことないです。この店勝手に他人に売ろうとしたんですよ。違う、担保にしようとしただけだ。金払えないんなら同じじゃないですか。まあまあ話を聞きましょう。そういうわけでお兄さんには今まで通りディレクトールとして働いてもらうことにしました。どうしてそういうことになるんですか。だから根は悪い人間じゃないから。いや、オーナーよく考えてご発言を。別に思いつきで言ってるわけじゃない。それにお兄さんはディレクトールとして立派に役目を果たしています。辞める必要なんてない。以上、ボーカルも来たんで歌の練習再開しましょうね。和田さん。はい。あ、それからお兄さん、借金は僕が店を担保に入れて銀行からお金を借りてきます。お兄さんは毎月銀行に返済するようにしてください。いかがわしい金融業から借りるよりずっといいと思います。だからこれからもお店のためによろしくお願いしますね。断る。兄さん、もうお前の下で働くのはごめんだ。ご要望に応えてこの店を辞めさせてもらいます。長い間お世話になりました。後任のディレクトールには和田君を推薦します。え、失礼。ちょっと待ってよ。お前は一つ忘れてる。悪いが俺にだってプライドがある。親父がいた頃は親父にさっとバカにされてきた。やっと死んだと思ったら今度はお前らだ。いつだって俺はダメな男の代表だ。そんなことないよ。俺はただの役立たずだと思うな。運が悪かっただけなんだ。ほんのちょっと歯車が噛み合わなかっただけなんだ。とてつもなく
長い厄年が続いてるだけなんだ。そう思う。バカいい、お前にわかるか。わかるよ。わかってない。わかってるから役に立ちたいんだよ。俺は兄貴で、お前は弟だ。お前から優しい言葉をかけられるたびに、俺の心はズタズタになっていくんだ。嫌な思いさせてたんだったら謝る。これ以上俺を惨めにさせるな。お兄さん、やめたいって言ってんだからさ、やめさせてやんなよ。僕はお兄さんの役に立ちたいんです。十分立ってるよ。僕はずっと一人っ子だと思ってた。子供の頃から兄弟が欲しかった。それもお兄さんが欲しかった。三匹の子豚の一番下の子豚になりたかった。確か上の子豚は出来損ないのはずだよ。あれでしょ、我で家作って狼に吹き飛ばされるんだよ。だから僕にお兄さんがいるって分かった時、本当に嬉しかった。本当に。僕はお兄さんが好きです。みんながお兄さんのことをどう思うと構わない。僕はお兄さんが好きです。たった一人の兄弟だから。だからやめるなんて言わないでください。せっかく会えたんだから、せっかく一緒に働けるんだから。練習しよう。頭から合わせてみよう。本気だぜ、好きなのさ。やらないの？本気なの、好きなの。お母さん、全然違う。さっきはこう教わった。だからよく見てよ。ほらいい、本気だぜ、本気だぜ。よし、ノリトモさん。みんな、喉で歌うな。声。はい。
レッツゴー。本気だぜ好きなのさ、本気だぜ、本気だぜ、ゴー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 、好きなんだ、ゴーゴーゴー、レッツゴー。真っ赤な太陽にキスしたぜ、若さだ青春だ、本気だぜ好きなのさ、ゴー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 、好きなんだ、ゴーゴー、レッツゴーゴー。真っ赤な太陽にキスしたぜ、若さだ青春だ、何考えてんの？うちのオーナーのこと。ラブなかなかいいやつじゃん。ラブラブラブ、無類のお人よし。いけないこと？いや、それ自体決して悪いことじゃありません。問題ないじゃん。しかし、いずれそれが必ずネックになる時が来る。近い将来必ずね。まあそれは置いといてさ、うん、それより目の前にもっと大事な問題があるんだけど。だぜ、ん、あなたさ、うん、歌うまいんだけどさ、ちょっと箸ゆきよって感じしないんだよね。あ、そう。好きなのさ。あ、それはゴーレッツゴーゴー。どこへ行かれるんです？ひよこたちのことは頼んだ。餌のやり方は書いておいた。逃げるおつもりですか？これ以上弟に迷惑はかけられない。弟さんの気持ちを大事にしてあげてください。もし本当に申し訳ないと思われるのなら、あなたはここに残るべきです。そしてディレクトールとしての職務を全うすべきです。確かにここに残る方がつらい。しかしあなたにとっての罪滅ぼしはそれ以外にはない。どうか立派なディレクトールとしてオーナーを補佐してやってください。俺には無理だ、足を引っ張るだけだ。いや、そんなことはない。あなたにも偉大なオーナーシェフの血は流れています。自分を信じるんです、範友さん。
あなた自身が信じてやれなくて、一体誰が信じるんです？だなあ。あんたと話してると親父を思い出すよ。ディレクトール、お荷物。買ってきた。誰かが言った。まずい食材はない、まずい料理があるだけだと。この男も調理次第でうまい料理に生まれ変わることができるのだろうか。心配はご無用である。この時彼は気がついていなかったが、実はそのとてつもなく長い役年は終わりに差し掛かっていた。真っ赤な太陽にキスしてなぜ。なんか違うよね。重いんだよな。もうちょっと軽快に歌えないかな。リズム歌謡なんだから。え、どうしてこの歌なんですか。メリージェーンのずっといいの。いいからもう一回。ラブ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 、ふつなりで愛だ、ふつなりで愛だ。さて、この時ベルエキップには最大の危機が目の前まで迫っていた。今度こそ本当に迫っていた。しかしそのことはまだ誰も知らない。彼も彼女も彼自身も、いわんや彼も、実はこの中の誰かがやがて店を去ることになるのだが、それはまた別の話。流れてる街で立ち止まる笑顔が見つからない。傷つかぬようにうつむいて足早に歩き出す。肩から苛立ちを吐いた。だけど振り返ればそこにうなだれた僕がいる。いつもこのままじゃ夢さえも逃げてゆく。凍えた想い「この僕を飛び越えた」